ともき、ゆうじ、ピロンピロン下里、はい、逮捕ね、よろしくお願いします。てれれ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 ということで始まってまいりましたけれども、今日は皆様にですね、重大な報告がございます。見てわかる通り誰もいません。かろうじてあなただけがいます。まあということでですね、重大な報告としまして、この度新メンバーが3名増えます。見てわかる通り誰もいません。新メンバーが3名入るということで、まあミーティングをしてですね、今後どのような動きを取っていくかということを考えようとしていたわけですが、その日7月の11日ミーティングの日ですね、その日なんと6分の2が遅刻。しかも僕なんかごめんねというユニットを組んでいるのですが、そのうち僕以外の2人が遅刻。結果まともなミーティングもできず、今後の撮影などの内容もほとんど決まらず、なんかごめんねの3分の2が大変迷惑をかけるという事態になってしまいました。ケラケラ笑っている新くんに関しては音信不通でした。すいません。すいませんじゃないでよお前。ということで、どうしても一本撮影をしないといけなかったんです。みんなで、新メンバーです、はい、誰々です、誰々です、誰々ですっていうのをやらないといけなかったんですけれども、その日撮影することもできず、結果私一人で撮ることになり、写真で紹介をするという形になります。まあでもね、写真で紹介したところでですね、まあその人の人柄というか分かりませんので、動画の素材がある方に関しては動画をね、こういう方ですというのを載せていこうかなと思っておりますんで、一旦こういう方ですというのを見ていただきましょうか。警察ですけど、あ、ジュエルちゃん、ちょっとお話、あれジュエルちゃんじゃない。私ジュエルちゃんじゃないですよ。私の名前は有限会社の有に美しい空き缶と書いてアルミ缶、アルミ缶です。アルミ缶。はい、ちょうどいいところに来ましたね。ちょっと聞いて聞いて聞いて、聞きます。でも本当にこの間チーターと競争したんですよ。せえや。余裕で負けた。なんで今の、なんで今の、まあどうした。余裕で負けたで。勝ったって言うんかなと思った、裏切りだけど。余裕で負けた、うん、結局そうだろうなって思ってたことを言うから。へーじゃなくて、ごめんなさい、ちょっと逮捕ですね。いいけど、空き缶みたいに潰すよ。いい。この自転車なんであると思う？巨人軍じゃないですか。ということで、今後この3名が追加で敗退骨に加わります。3分の1が不在だったということで、まあ今後どういう流れになるかというのをまたこれからちょっと決めていくというのと、今まではですね、この長い動画というのを週で3本アップしていたんですが、それがまず
ちょっと本数がしばらく減りますよと。まあ理由としてもですね、ちょっと今まで編集している方がちょっと抜けてしまったというところもありまして、大人の事情ですね、本当にこれは。大人の事情でちょっと抜けてしまったので、その編集の落とし込みとか、編集の期間どれぐらい必要なのかとか、まあそれぞれ皆様お仕事もしながら俳優業をやってる方もいて、で芸人をやってる、そういう活動をしてる方もいるということで、ちゃんとコンスタントに週3本上げることができるのかどうかっていうのもちょっとわからないんですけれども、まあ、今回の怖い話としてはミーティングの日に3分の1がいないという、しかも一発目の大事なミーティングの日にですよ。あの武藤さんに関してはですね、僕すみません7月11日しかスケジュール取れないです、僕は前々から言ってたんですよ、7月の頭ぐらいもしくは中盤ぐらいミーティングしますと。なので柔軟に動けるようにしてくださいと。すみませんが、おのおの仕事もあるでしょう、何もあるでしょう。それなのに、すいません僕7月の11日しかできないです。7月の11日にみんながその日にどうにかスケジュールを調整していざ集まりました、武藤さん来ません、あれおかしいな、なぜ武藤さん来ないんだ、電話します取りません、しつこく電話をかけます取りません、40分後ようやく電話に出て、はい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 、あ武藤さん、あそんなのどうでもいいから早く LINE 見て、は LINE LINE はいはいはい、1分後にすみません忘れてました急ぎます。7時40分に連絡して7時42分ぐらいには多分 LINE を見て、グループ LINE ですみません忘れてて、今周年のお祝いで人のお店に来ているので8時半には出ます、いえもうみんなこの時点で40分待ってるんだから、今すぐ出てみんなに迷惑かけてる、今あなたのスケジュールに今日は合わせてるのつって、結局武藤さんが来たのが9時前ということで8時50分ぐらいですかね。で結局そこからミーティングが始まり、みんなで一緒にやる撮影もできずという非常に恐ろしい話で、新田くんに関しましては数日前にいろんな人からたくさん怒られて精神的に落ち込み音信不通になり、どこにいて音信不通だったのかと聞いたら海本当にちょっとメンヘラ気質だなって男のメンヘラきっちいぞと思いながら、なんか海で黄昏れてる自分を俯瞰で見てたんじゃないかなと思ったら、キモ海って普通人間という自分と向き合う時って自分以外の人と喋って向き合うから、あのなんかお家で一人で考え事をするのが向き合うとか、どっかで一人で考え事をするのが自分に向き合うというわけではなくて、まあそういう時間も十分必要なんですけれども、自分と向き合うときは人と喋ってすみません僕の弱いところを教えてくださいとか、人に自分の悪いところいいところを教えてくださいとかっていうのが自分に向き合うですからね。で弱いところを受け止めるというのが自分に向き合うということなので、一応この海っていうのを聞いたときにめちゃくちゃ鳥肌が立ちました。最強に怖い話だなと思いました。はい、ということで、まあちょっと今後の流れが、まあ7月の末以降ですかね、ちょっと更新の頻度が減りますというので、そこはちょっとあらかじめご容赦いただきたいです。またちょっとこのチャンネルの方向性とかもですね、いろいろ模索してやっていきたいなと思いますので、ちょっと温かい目で見ていただけたらと思います。なので皆様の応援がですね、今後の活動につながりますので、いいね、コメント、シェアなどご協力いただけたら非常にありがたいです。ということで、また次回お会いしましょう。はい、たいほね。